ピコムトピックス。この番組は地域のニュースやイベント情報をお届けします。八幡川を走るリバーマラソン大会が三島橋下の河川敷で行われました。八幡川は佐伯区を流れる長さおよそ 21km の川です。30年以上前から地域住民たちが清掃活動を続け、川をきれいに保っています。大会は八幡川の美しさを多くの人に感じてもらおうと、佐伯区と住民たちで作る大会委員会によって毎年開かれています。今年は県内外から668人が参加しました。川はですね、優しい時もあれば怖い時もあるわけです。それを含めて元気に広島ということで、佐伯区のこのリバーマラソンは続けていこうということで、実行委員会で実施に至ったという事情がございます。ですから我々は今日のですね、この皆さんの競技をですね、要はあと7区の方に見ていただいて、元気になっていただければと思います。大会には性別や年齢別に 0.5 キロから3キロの距離で競う個人部門と、6人が200メートルずつ走るリレー部門があります。一般的なマラソン大会に比べると距離は短いですが、水に足を取られながら走るため大幅に体力を消耗します。 1.5 キロは軽いと思ってたんですけど、思った以上に水がすごく負荷がかかって大変でした。もう途中やめようかなと思ったんですけど、どうにか頑張ってゴールすることができました。楽しかったです。暑かったので川の中を走れて涼しかったです。途中の一番深いところとか、あと砂の上を走るときは重かったです、靴が。リレー部門には47組が参加しました。参加者は学校の友達や PTA でチームを作り、仲間の声援を受けながらゴールを目指しました。友達のつながりで、友達の友達って感じで集まって、楽しかったです。足が全然進まなかったです。自転車の仲間です。自転車の方が楽ですね。佐伯区 PTA 連合会です。もうこれはもう毎年のことで、もう来年も再来年もずっと続けていきたいと思います。西区井の口台町内会連合会が主催する夏祭りが8月4日に行われました。午後5時、地元の子供太鼓による演目で幕を開けました。井の口台の夏祭りはこの一番暑い時にですね、この団地の多くの方がここへ出てきていただきます。要は一番の楽しみであり、一番のこの地域の絆のもとになっているというのがここの夏祭りだと思います。会場の井の口台小学校には地域団体や協賛企業による出店が並びました。今日は子ども会のくじをやってます。なんかみんな楽しんでもらえて、こっちも嬉しいなと思ってます。焼きそば200円です。
上げも最高ですね。もうこれ600食がもうなくなります。600食600食がなくなります、はい、やったー、ありがとうございます。ありがとうございます。また来年もよろしくお願いします。こちらは井の口台で営業する美容院のブースです。来場者に無料で髪をセットするサービスを行いました。嬉しいです。7年くらい参加させていただいてるんですけど、まあ、何か自分たちができることがあるんだったらさせていただきたいなと思ってさせていただいてます。夏祭りを案内するポスターには井の口台小学校の児童から募った絵がプリントされています。今年は300点以上の応募がある中、2年生の内山ラズさんの作品が最優秀賞に選ばれ表紙に使用されました。このほか優秀作品5点もプリントされました。会場ではステージプログラムも行われました。訪れた皆さんは思い思いに祭りを楽しんでいました。いろんな屋台があってとても楽しいところです。やっぱり和気あいあいとして楽しいところがいいと思います。いつも子どもがお世話になってたりするんですけど、なかなか親同士の交流がないので、こういうところでお会いできるとすごいいいなと思いました。楽しい。祭りの最後はこの地区伝統の井の口台音頭など盆踊りを楽しみました。